世界で一番短い聖書の話の時間となりました。昨日は白馬のキャンプの終わり、涼しい白馬から帰ってきましたが、今日は大台風が関東地方を襲っております。しかも今までにない台風のようで、いつも台風は西から東に行きますが、東から西に行くというとんでもないルートを取っております。災害とかでいろいろな事柄を耳につけて、今までと違うことが起こっていることに気がつきます。まさに再臨の時は近いと、こういうふうに思うわけですね。で、今日の聖書の箇所は、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はそれをこのような喜びと思いなさい、この言葉です。試練は特別な祝福を私たちに持ってきます。私たちが信仰を持って神によって試練に立ち向かうならば、試練を通して素晴らしい面が表され、栄光が表されるんですね。で、私はですね、若い時に試練に遭いました。病気をし、さらに、カリスマでいろいろな批判中傷を受け、大変な立場を、ところを通らされたわけですね。しかしそれが大きな恵みでした。私はですね、最初の教会に行った時に、神様に従う、神様の御心の人生を歩むという決心をいたしました。そしてですね、それを岡丸牧師、石川浩二先生と共に牧師に言いに行ったんですね。そしていわゆる私はそこで献身をしたのです。しかしですね、それから1ヶ月後、大変なことが分かりました。何かというと、私が重い病気にかかっているということが分かったのです。そしてですね、それから手術になったり死にそうになったり、そして、体が効かなくなると言われたり、とんでもないような状況を通り抜けていったんですね。そしてですね、それが終わったのがちょうど生死で、スキーキャンプやって骨を折り入院し、その手術が終わった時でした。そしてその直後、私は首脳重化の牧師としての働きを始めたのです。これが生涯の私の計画でした。で、その時に私は不思議だと思うんですね。何が不思議だと思うのかというと、私が神様のために生きる最善の人生を受けるといった直後からそれが始まり、そして私の最善の計画が本格的に始まる直前に終わったというのは、これは意図的であるというふうに私は考えております。神様は試練を通して私を立て上げたのです。試練を通して神様を知らせ、試練を通して私自身を知らせ、試練を通して神の道に固く立たせるようにしたということを私ははっきりと思います。この試練はいろんな祝福がありますが、その一つは私を立て上げたのです。で、試練の祝福の一つは皆さんを立て上げたのです。そして私はですね、まさに神様に計画されたように、そして、この貴重な訓練を受け、そして本格的な私の道に立ち進んでいったのです。試練に意味のない試練はありません。素晴らしい結果を及ぼします。そして皆さんに大きな祝福を表します。しかしそれは神を信じ従う者に関して言えることです。もし皆さんが自分の人生を送るならば、そのような面には多くは見ることはできないでしょう。どうぞ主に頼り、主にあって試練に立ち向かってください。そしてそれが素晴らしい、皆さんにとって祝福となっていることを後に見ることでしょう。どうもありがとうございました。